いつもなんですけども、あのいいカフェのパーティーの時に場を盛り上げていただける、昭和シンガーズ霧島プロジェクトチームの、はい、昭和シンガーズ、あのそうですね、複数形はいらないと思うけど、今日は一人なんで単数でやってもいまして、はい、レーザー企業ですから、みんなあの仕事をしてますんで、なかなか都合がつかない場合もあって、私が一人であの自営業なんで時間が取れてあのやってきました、今回で3回目なんで、クリスマスとその前とやらせていただいて今回3回目なんですが、あのできる限り皆さんの知ってる曲を選ぼうとは思ってるんですが、最初1曲目、私があの自分の好きな曲をやってみたいと思います。これは大好きなの加山雄三が好きなんですけれども、加山雄三のアルプスの若大将という映画の中で歌われたあの挿入曲なんですが、ブライトホーンという曲です。あの多分ご存じないと思いますが、歌ってみます。聴いてみてください。
霧島市の方に、体育館かな、どっかに来ましたね、小倉家。